はい、どうも、テラです。こんにちは。今日はですね、ちょっと体操競技の練習ができる公園をね、ちょっと見つけまして、そのね、公園のね、遊具がね、本当に体操のね、器具みたいな公園があるんですよ。で、今日はね、ちょっとそこに行って、まあ、体操の練習をね、しようかなって思います。いやーね、体操の練習するのもね、正直めちゃくちゃ久々なんですよね。なんでちょっとね、怖いですけど頑張って練習していこうと思います。それでは行きましょう。どうぞ、テラズチャンネル。はい、じゃあまず公園の紹介なんですけど、公園つってもね、マジでね、ほんとこれしかないんや。釣り輪でしょ、平行棒でしょ鉄棒これがね、全部ね、一つになった、はい、まあ、遊具器具があるんですよ。で、これだけで、周りはなんもない、強いて言うなら天然の床ですかね今日はここで練習をね、していきましょう。あとちょっと最後演技とかもやってみるいやー、どんぐらいできるかちょっとわかんないですけど、プロテクターとかも持ってきているのでやってみます。はい。いや、最近マジで家でしかやってなかったからさ、いやー久々だな、本当に。ご覧の通り、この公園誰もいないんで、寺しかいないんで、ちょっと3密をね、密です、密です、密です、していこうと思います。やばい、ちょっとね、なまってる、完全に。よし、それでは、本格的にね、体操の練習していきましょう。で、この釣り輪でね、ちょっと一応やってみようと思うのが、ディスローとクーゲルと振り上がりと失倒率と、あと、まあ、上水平ぐらいかな、できるかなと思ってやってみます。眩しいな、眩しいな。やっぱね、輪っかが広いですね。体操の釣りはやっぱこんぐらいなんで、この輪っかね、もうちょっとね、これぐらい、ちょっとね、技はね、やりにくいですね、なかなか。おっ、危ねえ、すっぽ抜ける。今ね、根性上がりしてね、こう登ったもののね、登った時の姿勢がこう、十字懸垂みたいな感じでした。ちゃんとこうね、腕支持ができないからちょっと辛いね、ずっとこの姿勢。いやー、秘密兵器使いますか。うわっ、煙。テラが学生の時に使っていたプロテクターでございます。懐かしい。うわ、超久々だわ。はい、ちょっとね、タンマがないんですけど、でもあとね、これ鉄なんだよね。体操のさ、釣り輪のリングって木じゃん。だからね、なんかそこがすごい違和感を感じてやりにくいんだけど、まあどれぐらいできるか。あ、しっかりね、ちゃんと輪っかが引っかかる感じするわ。あ、だけどね、やっぱタンマがついてない分、まあ、すごい、ね、やりにくさはある。死ぬぜこれお次はこちら、平行棒ですね。平行棒、いや、この平行棒ね、やっぱ広いわ、幅が広い。そう、体操の幅だとテラはちょうどこれぐらいの幅だから、これぐらいなんですよね、いつもやってたのが。いや、やっぱ広いな。なんかそう、体操選手こうやって調整するんですよ、幅をね。広っ。いや、でもね、足当たんないのはいいよね。前特に当たる気配ないし、後ろも鉄棒あるけど当たんないかとね。体操の平行棒はやっぱり木なんで、こうしなるんですよね。こうしなりがないから、そのしなりを使えないとなると、テラの得意技系はね、ちょっとむずいなこれしならねえ。
テラの体操自体ね、棒状系めっちゃやってたんですよ。デイツイストとかツイストディアミとかやってたんですけど、やっぱね、その中でもね、ツイスト系はやっぱさすがにここじゃ怖いんで、やっぱね、ディアミドスぐらいかな。ちょっと挑戦だけしてみます。やべえ、死ぬ、怖え。うわ怖い怖い。しっかりあふって右手にかける。でしっかり乗っかってるのを感じながら左手を沿わせる。分かってんだよ。これはちゃんとした平行棒で練習します。うわー悔しいな。よいしょ。はい、まあね、これぐらいはね、いけますね。まだまだ。いや鉄棒な、何しろその鉄棒のこの幅が全然ないのがやっぱ怖いっすね。足ちょっとでも開くともう終わるからね、完全に。おお、狭っ狭っ。待って、今さ、前回りしたらさ、横にじゃ当たったんだけど、これ相当まずいよね。空中逆上がりできなくね。うわ、いけ。まあ、振り上がり倒立ぐらい。せーの、よいしょ。で、今ので車輪やってたら絶対死んでるね。最後宙返り降り、せーの、よいしょ。まあ、ここでできるのはマジこんなもんよ。はい、じゃあね、最後はですね、この天然のね、床を使って演技をして終わります。じゃあ演技入りますか。はい、お願いします。頑張って、ら頑張って。勝ちました。危ねえ。うわ、久々に後方に帰った。怖かった。はい、というわけで、体操競技の練習ができる公園でね、体操やってきたんだけど、うわ、まあね制限はあるよな。さすがにね、難しかったです。特にね、あの床ね、天然の床めっちゃ硬かったです。しかもね、後方2回ひねりがね、テラもう2ヶ月ぶりぐらいなんですよ。多分3月の末ぐらいからやってなくて、めっちゃ久しぶりにやりましたね。はい、まあでもそれでもできるってことは、ちゃんとね、理解して体が覚えてたってことですね。はい、よかったです。まあ何しろ怪我しなくて一番よかった。はい、もうそろそろね、あの自由に動ける日々ね、待ってると思うんですけど、はい、皆さんはね、怪我にはね、本当に気をつけて、はい、これからね、頑張ってパルクールやりましょう。まあ今日は体操だったけどね。それでは今日はこんなところで、バイバイ。